創建からおよそ1200年、弘法大師空海のお寺として名高い京王護国寺東寺。東寺といえば五重の塔。幕末鳥羽伏見の戦いで西郷隆盛はここから戦況を見つめ指揮を執ったと伝えられています。京都のシンボルともいわれる五重塔は、そんな時代の移り変わりを見続けてきました。今回は東寺に残された国宝とそこに刻まれた物語に迫ります。京都の人々から弘法さんと呼ばれ親しまれている東寺。東寺は桓武天皇が都を平安京に移した時、新しい都を守るお寺として延暦15年796年に創建されました。修行大師像。弘法大師が修行のために全国を行脚する若き日の姿です。国宝金堂。東寺の本堂にあたります。創建の時最初に着手されたのが金堂です。造営するにあたり、朝廷からは都にふさわしい寺院を作るようにと荘厳な伽藍を求められたと伝えられています。しかし創建当初の金堂は文明18年1486年、都に起きた文明の土一揆で焼失。現在の建物は慶長8年1603年豊臣秀頼の命により再建されたものです。屋根の中央切上げと呼ばれる部分は東大寺大仏殿や平等院鳳凰堂にも見られる形です。小屋根の下にある扉は儀式の時に開けられ、ここから懺悔、花を散らし仏に供養したと言われています。桃山時代の代表的なお堂です。京都工芸繊維大学准教授の矢ヶ崎さんはその魅力について語ります。金堂といいますのは、これはお寺のご本尊を安置する建物でありますので、言うならば主要な伽藍であります。したがって、最初に計画をされ、最初に建設されるといったものが一般的でありまして、ここでもですね、その平安京が開かれて間もなく、まずはこの金堂が計画され建設をされていたようです。で、柱同士を投げ師という部材を、水平の部材を何段にも渡してですね、柱同士をこう連結するという、そして柱の間にはああいうこうレンジ窓というですね、窓を開けてるっていうあたりは、これは非常に古風な、つまりはいわゆるこう和洋と呼ばれる建築の様式にのっとっております。ところが少しこう細部に目を凝らしますとですね、このひじきがすべてこの柱からこう直接こう出てるんですね。こういう形式を差しひじきと言いまして、これはですね、実は和洋の形式ではなくて、鎌倉時代に日本に入ってきました新しい建築、技法なんです。当時はちょうど、鎌倉時代といいますのは源平合戦でもって焼けてしまいました奈良にあります東大寺、
の大仏殿をですね再建しなければいけないということで新しい工法が日本に入ってきたんですけども、本来日本にあった和洋という様式をですねうまくこうミックスさせてですね、で違和感ないようにこう作り上げたということでありまして、当時のこのこれを作り上げたですね大工さんたちのこの様式に対するこの理解度といったものの高さを伺うことができると思います。広い境内に大きな伽藍が配置されています。金堂の隣にあるのは香堂です。弘仁14年823年、桓武天皇の後に即位した嵯峨天皇から東寺の造営を託された弘法大師は、民衆に密教の教えを伝えようとします。その中心的な位置づけとして建てられたのが弘堂です。弘堂の中には密教の世界を立体曼荼羅で表した仏像、21体の仏様が安置されています。国宝五重の塔、高さ 54.8 メートル、現存する木造の塔では日本一の高さを誇ります。弘法大師が弘堂の次に着手したのが五重の塔でした。その後五重の塔は落雷などによってよたび焼失しています。現在の塔は寛永21年1644年、徳川三代将軍家光によって再建されたものです。まず何といってもそのこの国宝であるということの、その魅力はですね、何といってもその大きさなんですね。それからその徳川幕府の威信をかけた建物であるということもありまして、当時の本当にこう考えられるですね名工たちがみんなここで仕事をしております。この飛鳥の時代からずっとこう培ってきた日本のこう仏堂、特にこう仏塔を作る建築技術といったものの、その集大成といったものがここに見ることができるというふうに思います。その作りはですね非常にこう復古調、すなわちかつてこの当時に建っていた、歴代の塔といったものを彷彿させるようなですね、そういったこう復古的な姿がここに取られています。全体的に見てですねこの一番上の総輪の背の高いですし、それから、下層から上層に行くまでこう少しずつこう大きさがこう小さく低減していくという、そういった比率なんかもですね非常にこう安定感があって、非常に見た目、安定感など堂々とした塔だというふうに思います。こういった古建築はですね、遠くから見るこう全体のこの雰囲気といったものも非常に大切なんですけども、近寄ってですねこういう、こう細部を見ますと細部なりのやっぱり魅力ってたくさんあるんですね。特にですね部材を見ますと非常にこう独特なこう木目が見て取れるかと思うんですけども、これケヤキという材を使ってるんですね。近世の頃になりますとそういったそれまで使われてきたヒノキや杉というこの目の通った材がだんだんと枯渇をしてきましてですね、一方でこういった長大な材料としてよく使われ始めたのがこういったケヤキの材なんですね。ところがケヤキというのは木目が非常にこう暴れておりますし、それから癖がありましてですね、言うなればこう非常にこう扱いにくい材なんです。それを建築材料としてこのようにこう使われ始めるというのはそれなりに技術が発展したということと、それからその大工の道具がですねやはりそれにかなうように発展工夫されてきたという、そんな面が相乗してあるわけですね。そういったいろんなこう時代のですね技術がこう重層しているような、そんな特徴もこの塔にはあるように思います。
時は幕末。慶応4年1868年正月3日、薩長軍と旧幕府軍が鳥羽小枝橋付近で激突、鳥羽伏見の戦いが勃発しました。戦いは一進一退の攻防が続きます。翌4日、新政府軍は仁和寺の宮義明親王を征討大将軍として担ぎ、東寺に出陣します。この時東寺に錦の御旗が翻り、薩長軍は官軍となって旧幕府軍を追い詰めます。東寺に本陣を置く薩摩藩。この時薩摩藩の総大将西郷隆盛は五重の塔に登って指揮を執ったと伝えられています。西郷さんと五重の塔、霊山歴史館学芸課長の木村さんは語ります。鳥羽伏見の戦いが始まる前にですね、薩摩が、本陣にしたのが東寺になります。鳥羽伏見の戦いが始まりますと、西郷隆盛が五重の塔に登ってですね、鐘の、盆鐘を合図に指揮を執ったとか、あとは、塔眼鏡でですね、戦況を、見ていたという話が残っております。土佐藩や坂本龍馬が、平和的な政権交代論である、大政奉還を進めてたんですけれども、薩摩藩の西郷隆盛、土佐藩の中岡慎太郎などは武力倒幕論を、武力で幕府を倒そうというふうに考えていたわけです。そしてこの鳥羽伏見の戦いの時に、旧幕府軍の方がですね、京都に向かって進軍してくるというものを、薩長軍が撃退する。そして薩長軍に、錦の御旗が翻って官軍に、なるということですから、まさに、西郷の考えていた武力倒幕の大義名分を得ることができたということが言えるんですね。なので鳥羽伏見の戦いというのは、日本が近代国家へと生まれ変わっていく時のまさにこう生みの苦しみの戦争であるということが言えると思います。国宝蓮華門。弘法大師が晩年高野山へと向かうその日、この門で見送られた不動明王の足元に蓮華の花が咲いたと言われ、蓮華門と呼ぶようになったそうです。身は高野、心は東寺に納め置く。東寺を思う弘法大師の心が御詠歌の中に込められています。東寺には平和で安穏たれと願う桓武天皇と、弘法大師空海の東寺を愛する心があふれています。毎月21日に開かれている弘法市、骨董品や古着などの露店が並び、多くの人でにぎわいます。弘法さんとして親しまれる東寺、そこに残された数多くの国宝は訪れる人たちを温かく迎えてくれます。